皆さんどうもこんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、モーメントアイコンのティアリストになっています。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もね、現時点で登場している104人のモーメントアイコンを対象に S から D までの5段階に分けて評価をしていきたいと思っております。これからまたモーメントアイコン入手する機会もたくさん出てくると思いますし、まあね、値段が高いんでね、ちょっと手出すか躊躇されている方もいるかと思いますんで、これを参考にしていただけると嬉しいなと思います。ではまず D ランクからなんですけど、 D ランクは正直いないかなと思っています。モーメントアイコンはあのプライムアイコンに比べてかなり能力がブーストされていまして、引いた時にねどうしようもないカードっていうのは正直いないんじゃないかなと思いました。なので実質 C ランクから始まっていくことになるんですが、 C ランクはプジョルから始まってムーアまでの21人になっています。まあ、正直ね、この選手が好きであれば全然使える簡易の能力になっているかなと思っていまして、というのもやっぱりペースが上がっているっていうのが非常に大きいですね。プジョルは、プライムからペースが10近く上がってますし、あとはシアラーとかビエリとかもね85近辺あるっていうところで、かなり実用的な能力になっているかなと思います。まあ、ただね、やっぱりパスがちょっと低かったりとか、アジリティが低かったりとか、あとはスキル逆足がどっちかが3以下だったりとかっていうところで、今使っているまあストライカーとかセンターバックの選手を押しのけてまで使いたいかって言われると、まあ、そうじゃない選手たちっていうところがこの21人になっているんじゃないかなと思います。では次 B ランクです。バレージ、ベッカムから始まってバッチョ、サネッティまでの40人になっています。この辺りの選手を引いても全然ねスカッとには入るかなと思ってます。センターバックとかボランチとかの選手がもともとねペース以外は良かったのになっていう選手がペースが上がることで実用的になるカードが多いかなと思ってまして、バレーチとかロイキーンとかガッドゥーゾとかこの辺りの選手はかなりそのペースを上げてもらった恩恵を受けているかなと思ってます。あとは逆足が上がった選手が結構多くて、リバウドが2から3とか、ルイセルなんですが3から4とか、ベッカムも3から4になってますね。その辺りの影響を受けている選手が非常に多いですね。で、今作から新しくアイコンとして追加された4人のうちの3人ですね、ルーニーとカシージャスとファンペルシーですね。この3人が、B ランクに入っています。ファンペルシーはねもうちょっとペース欲しかったなというところが本音で、カシージャスはまあプライムからね能力がその大きく変わってないので、もともとの B ランクに置いてるというところと、あとルーニーはねプライムに比べるとかなり強くはなったんですけど、他の選手がね逆足スキルがそれなりに上がってるのに、ルーニーはスキルが3、逆足が4のまんまっていうところで、もしねスキルも4だったらね A ランクに入れても良かったかなと思うんですけど、まあ忖度なしで見たら B ランクが妥当かなと思います。ただまあ引いたら嬉しいカードのうちの1枚かなと思いますし、さっきも話しましたけどね、この辺りのカードは全然引いても使えるかなと思ってます。では次 A ランクですね。シャビ、カンナバーロからブトラゲーのベストまでの25人を選んでいます。A 以上になるとね引いても喜べるようなカードたちになってるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ特徴があるかなと思ってまして、3つですね、大きく分けて特徴があるかなと思ってます。まず1つ目がこのカード、これさえ良ければかなり強いのになっていうパターンと、2つ目がもともとめっちゃ強いカードがモーメントになることでさらに磨きがかかったパターンですね。で、最後が、パス精度が上がったストライカーのカードになっています。例えばこの1つ目のこれさえ良ければなっていうカードでいくと、シュバインシュタイガーとかストイチコフとかですね。まあ、ストイチコフは逆足が上がって、シュバインシュタイガーはペース以外はね、完璧だったんですけど、ペースが低いせいで、敬遠されていた選手が一気にね、モーメントになって10上がったっていうところで、かなり実用性が増したっていうパターンであったりとか、二つ目のもともと強かったところがさらに磨きがかかったってところでいくと、ドログバとかカカとかですね。あとはフィーゴとかですね。フィーゴはパス、ドリブル、シュート、あとは何でしたっけ、ペースか。の4つ、それぞれ90超えてますっていうところであったりとか、あとは、まあ、パスが上がったストライカーでいくと、トーレスとか、ラウールとかですね。そのあたりの選手は、もともとストライカー気質で、特にトーレスですね。トーレスはストライカー気質で、ペースとパスと、ペースとシュートのドリブルだけだったところが、視野が90乗ったりっていうところで、かなりね、2トップで使ったりとか、サイドに展開したりとかっていうところを考えたときに、かなり使える選手になってるんじゃないかなと思いますんで、この25人を A ランクに入れています。キーパーはね、ちょっとね、評価が難しかったんで、まあ、前回ファンデルサール B ランクにいたんですけど、まあ、ちょっとここは揃えていいのかなというところで、カシージャス以外のキーパーは4人 A ランクに入れているという形になっています。ということで S ランクに入ったのは18人ですね。ペレ、マラドーナ、ロナウド、カルロス・アルベルト、ビエラ、
フリット、ロナウジーニョ、マルディーニ、カントナ、クライフ、エトー、カフー、マテウス、エウゼビオ、ガリンシャ、プスカシュ、ジダン、アンリです。まあ、プライムアイコンの紹介動画でも、ティアリストの動画でも話したんですけど、まあ、超大当たりですね。300万以上はほぼ確定みたいなメンツになっているかなと思います。ペレに関してはね、まあ、特に説明はいらんかなと思うんですけど、まあ、もともとプライムでもどうしようもなく強かったカードが、もっと強くなったっていうところで当然の S ランクですね。で、マラドーナがもともと A ランクだったんですけど、S ランクに入れています。これは逆足が3から4になったからですね。能力自体はね、一回り上げただけになってるんですけど、まあ、やっぱり逆足が3と4は全然感覚が違うんで、マラドーナって基本的にね、左切ってればなんとかなるみたいなカードだったんですけど、それをまあ右でも切れるようになったっていうところで、かなり厄介というか、まあ、値段的にもね、現れてますけど、いい、貴重な存在になったかなというところと、あとはロナウドはもうね、言うことないですね。まあ、多分僕は今作手に入らないと思うんですけど、まあ、もともとプライムでも一番強いというふうに言えるカードが、モーメントになったっていうところで当然 S かなというところですね。あとは、カルロス・アルベルトも、プライムの時はね、なんかの、何の能力が高いんかなみたいな感じだったんですけど、モーメントになったことで、かなりサイドバックとしての完成度は高くなったかなと思ってまして、モーメントカフーに匹敵するようなカードになってるんじゃないかなと思います。ビエラは去年に比べるとちょっと能力はね、落ちた感はあるんですけど、それでも、やっぱりボランチの中では最強と言えるんじゃないかなと思います。身長もありますし、ワークレートも完璧なんでね。で、フリットも言うまでもなく S かなと思います。ロナウジーネも、やっぱりね、全部ほぼ95、ドリブル周りがね、98とかなんでね、早く使いたいカードのうちの1枚ですね。マルディニも当然、最強クラスだと思います。カントナもね、正直、今カントナ結構安くて300万以下で買えるんですけど、なんでかなって思うぐらいね、強いカードだと思います。クライフも、プライムに比べると、バランスが13かな上がっていて、ドリブルのしやすさかなり増しているんで、強いカードかなと思います。で、エトーですね。エトーを A から S にしました。もともとね、プライムでも強かったんですけど、モーメントでさらに磨きかかったっていうところで、ここに入れていいかなと思って S ランクにしています。カフーももともとね、強かったんで、S のまんまでいいかなと思います。マテウスもほぼ全ての能力が90超えてますし、シュート力、ロングシュート99も非常に気になるんでね、S でいいと思います。エウゼビオも当然 S ですね。ガリンシャも、まあ、全ての能力、特にパスドリブルがめっちゃ高いのが特徴で、素晴らしいカードだと思います。スタミナ89もすごいいいと思うんで S に入れています。で、プスカシュですね。これが一番ね、びっくりした方も多くいるんじゃないかなと思うんですけど、スキルが5に、逆足が4に。なっています。なんか、ウィキペディアを見るとね、プスカシュ左利き足しか使えませんでしたみたいな記事見てたんで、なんで逆足4なんやっていう風にちょっと疑問なんですけど、まあ、唯一の課題だった逆足だけじゃなくて、さらにスキルも5になったっていうところで、もう当然ね、S ランクですね。早く、僕ベースしか持ってないんですけど、早く使いたいですね。次、ジダンも当然 S ランクでいいと思います。かなりドリブル方面が強くなってまして、まあ、アジリティがね、10ぐらい上がってるんで、かなり別物のカードとして強いんじゃないかなと思っています。で、アンリもね、プライムの時は A ランクに入れていたんですが、ワークレートを懸念してね、A ランクに入れていたんですけど、モーメントになって、ワークレートが灰緑になったんで、ここ S ランクに入れていいかなと思って S ランクに入れています。ということで、モーメントアイコンのテアリストはこんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。さすがにね、能力が見直されたというところがあって、かなり実用的なカードが増えたかなと思います。で、それ自体はね、すごい嬉しいんですけど、来年以降はね、ベースからプライムの方もね、特にプライムですね、登場するのがおそらくまた来年も12月からだと思いますんで、そこの見直しをしてほしいなって思いますね。特に逆足スキルが原因で使われてない選手っていうのがかわいそうなんで、まあ少なくとも3もしくは4から始めてほしいなって、うん、思いますね。こういう風にレジェンドがね、選ばれてるんでね。なんかそれで弱いから外れたみたいなのは悲しいなと思っています。FIFA 18でね、こういう風にアイコンっていうカードが登場し始めてから、ベースからプライムの能力って全く変わってないんで、対して今作かなり現役のインフレ進んでたんで、そこに合わせてくれると嬉しいなって思います。ということで、またこれからいろいろね、解説動画とか生配信も楽しくやっていきたいと思ってますんで、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。